衆議院議員選総選挙終わって、やっぱ選挙マニアの立花、はい、高橋さんに来ていただきました、はいはい、今日も書類送検されてました、ね、あれでもああいうニュースにするのおかしくないですか。だってあれ別にその起訴されるかされないか分かんないですから、ね、あれだってマックス刑9999円ですよ。9999円、軽犯罪法ってそれしかないんで。ああそうなんだ。罰金もなければもちろん懲役もないんで、うん、過料のみなんですけど、うん、尖料のみという尖料のみ、うん、なんでそんなこと言うのかなと、まあ僕はやっぱり相当世の中から嫌われて、世の中というかそういうね権力から嫌われてるんだろうなと思いますけどね。でも今回、はい、自民党自公を合わせて過半数割れて、裏金議員を戻してもどうなると思いますか。自公過半数割れ、裏金議員を戻しても自民党で、もちろん全然足りないので、全然足りないですよね。まあオーソドックスに言うと、うん、国民民主党の玉木さんを総理大臣にして、うん、で連立自民党公明と国民民主党で組むっていうのが一番可能性は高いのかな。この間ね、玉木さんうちのあの番組に来て言ってましたよ、はい、総理になれるんだったらどことでも組むみたいな、うん、だからそれはもう絶対一番玉木さんとしてはそうだし、うん、自公としたら今顔がいないから、今回玉木さんめっちゃ取ったんで、うん、まあ、そういう意味では村山政権がねなったように、社会党の村山富光さんを引っ張って総理したように、それが一番可能性はありますけど、そうは言ってもその可能性も 10% 20% ぐらいですよ。だから維新の会の人を引っ張ってくるとか、なんだろう、引き抜き工作ですね。引き抜きっていうか、まあ前原誠さんなんかまたこう、前原さんは本当節操ないっすよね。一回ね、教育なんちゃらの会で教育無償化の、はい、国民民主党を離党して維新に合流して、維新に勢いがないと思うや、はい、否や、もう抜けるでしょうね。もう前原さんはもうだって橋本徹さんからも言われてましたもんね、もうそんな気にしないとか言って、僕はもう行きたいとこ行くんやみたいな。あ、だから前原さんを抜いたとしても、例えば前原さんが5人抜けていったとして、例えば5人ぐらいでいったとしても、うん、全然足りないのは足りないんですよね。はい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 、だからね、それなりの数っていうか、もう本当に必死になって集めるでしょうし、ただ立憲民主党の右側の人をこう連れてくるとか、立憲民主党から何人か抜ける方法もある。でも立憲民主党の右の人って野田さんとかじゃないですか。野田さんとか、だから代表の出てくるっていうか、もうその人たちがこう大連立を組もうと、その時に左の人を外すっていうような条件つけるのか、逆に右の人、高橋さんとかをちょっと外してくれて、高橋さんよりも右の人を外して、枝野さんよりも左の人を外して連立組むとかね、うん、それが一番社会的には安定しますよ、ね、うん、安定しますよね、安定はしますけどね、やっぱ取ろうとしてね。いやもう本当何が起こるか分からないですよこれ。あ、そうですか。もう本当にえっていう再編が、うんうん、例えば令和新選組が組むとかっていうのもゼロじゃないですよ。もう何が起こるか分からないから。令和と、だって令和もそれなりに議席持ってるから、だって10ぐらい持ってるでしょ。あれどうなるんですかね、あんな10も持っちゃって。でも令和はもう自民党ともあっちとも喧嘩してるからやっと、うん、でもそういうところこそなんかこういろんな条件つけてやりかねないんで、だから、いや予想は A しかないですよ。 1% か 2% しかないんでしょうけど、うん、だって何でもありだってことですよね。そうそう、村山富美さんが総理大臣になったぐらいですから。まあそうですよね。だってあの頃ってめちゃくちゃでしたよね。だから玉木さんが総理じゃなくて、うん、国民民主党で何とかの何個かの大臣ポストぐらいのところで落としていけば、妥協すれば、それが一番なんか自民、それで妥協すれば、まあ、その可能性が一番高いというか、その辺が穏やかなところですよね。その場合は石破首相ですか。いやだから石破さんに、玉木さんがとりあえず俺を総理にしてくれと、うん、でもそれがもし自民党として嫌だったら、じゃあ今度維新の馬場さんとこ行きますよね。多分そうですよね。馬場さんは絶対総理って求めないと思うんで。ああそっかそっか、うん、馬場さんだったらもう維新の会で大臣ポスト何個、だって大阪19全部取ってるから、その維新は維新でなんかこうもう大阪に自民党の候補者立てないから、はいはいはい、だから組みやすいっちゃ組みやすいんですよ。あ、確かにね、地域政党みたいなもんですもんね。だってもう東京の維新の会全滅しましたよね。ね、音喜多君も全然、音喜多君もそうだし、小野泰輔さんもね、だけしたからね結局ね。まあ結局は彼らしか取れなかったんでしょうね、うん、それでも惨敗と言ってもいいようなね、え状況でしたね。場所によっちゃ小選挙区なんて参政党と変わらないぐらいの票しか取ってなかった。ねえ、
すごいっすよね。あれ維新はなんかなんであんな嫌われとか人気なくなったのもびっくりですね。ちょっとよく分析ができない。シューってなくなりましたよね。あ、ただまあ僕が立候補予定してる兵庫県のところのニュースなんかもすごく大きく影響したかもわからないです。あの万博と兵庫県の、ね、あれでも実は別に維新っていうわけでもないですよね、あの知事って。あ、いやでもね、実質は維新、あ、そう、あの吉村さんのところでずっと働いてた人なんで。ああ、なるほどね。だからそこに自民党の半分が乗ったぐらいなんで、でやってること維新の改革なんで、はい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 、だから基本あの人やっぱ維新で最後まで守ってたの維新だったんですよ。へ、でも急に手の人はプッと返したんですよ。あの兵庫の維新の県議会議員が今まではあの百条委員会開くのやめようって言ってたのに急にそれ賛成して、だから維新はそういう意味じゃそこは手のひら返すというか、まあもう裏切ったというか。じゃあもうとにかく一番可能性が高いのは国民民主党と組んで玉木さんが折れるパターンが一番安定するけど、はい、玉木さんの総理案も飲むかもしれないと。場合によってはそれ飲まないと、うん、逆に自民党自公は半分ないわけですから、はいはいはい、逆に恐ろしい連立組まれたら自民党政権取れないっていうことがあるので、そうですよね。それは今はインタビューされても共産党なんか組まないよとか言ってますけど、うん、それは分からないですよ。まあ確かに、うん、もうしかも全然233に近いとかじゃないので相当もうこっちで組むとなったら自民党の方が逆に引き抜かれるかもからない。確かに分からないです本当に。今回の件は分かんないです、ね、過去に事例もないので。いやでも投票率低かったからあれはだから政治と金の問題にフォーカスしすぎたってことですよね。まあ、それ以外にまあでも平和な証拠なんですけどね。まあまあそうですね。そんなくだらない、だって政治の金の問題なんて維新も立憲民主党もみんなやってるわけですから自民党だけじゃないの。あれなんで自民党だけあんなにフォーカスされちゃったんですかね。あね、数字が取れるからじゃないですか。そうなんだよね、まあ、メディアのね、結局メディアが数字が取れるからなんだよな。みんなやってるっていうと結局ってなるから、うん、まあメディアとしたらもう自民党がやってる。でも自民党もあれだけねやばいやばいって言われてた萩生田さん、やっぱ有田芳生さんが言ったからですかねあれね。有田さんでしょうね、うん、もう危険な人たちが結構24回入っちゃったからさすがにこんな人まずいって思った。だから蓮舫さんを応援してる人たちだったんですよね。はい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 、あの音喜多くんが襲撃されたの最終日に、ああいう人たちが入ると町の人たちはもうやっぱ怖いと思うでしょうから。だ蓮舫さんの範囲もそこなんでしょうね。いやもう絶対そうだと思いますよ、はい、もう明らかに怖い人が来てますからね。はあ、うん、まあもう本当にだってね、もう翼の塔みたいなやつらですよ簡単に。だから黒川さん、でもあの人たちは来て自分たちが応援したから当選したんだって言わないと何かのリターンがないからやるんでしょうね。